わんぱく盛りの小学生の男の子が料理にチャレンジいけめし今日はうるむくんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は材料を3つのせーのこちらです簡単に作れる手作り焼きチョコカリカリおいしい見た目も可愛らしいお菓子です 材料です。チョコレート100グラム、片栗粉と薄力粉各20グラム、この3つをご用意ください。ではまずチョコレートを切っていきましょう。うるまくんお願いしますよ。はい、はい、じゃあこちら、切ってもらっていいですか。包丁を持ってください。なるべく細かく刻みたいので、そうそうそう、包丁の頭をくっつけたまんまでザク。 今日はねミルクチョコレートとダークチョコレート半分半分で使ってますはいではチョコレートが切れたので溶かしていきます湯煎にかけて溶かしますちょっとねあの60度ぐらいのお湯を準備してもらってここにじゃ浮かべてくださいはいこれでチョコレートがじわーっと溶けてきたらば優しく混ぜながら溶かしていきます 先生溶けてきました溶けてきたねじゃあちょっと一回混ぜてみますねおおだいぶ溶けてきてますねただこれね塊がなくなるまで溶かしたいのでじゃあうるむくんバトンタッチしよう優しくゆっくり混ぜて溶かしてくださいはい、はい、甘い匂いがしますねはいでは滑らかに溶けたので湯煎外しますね はい、では薄力粉と片栗粉を入れます。ダマにならないようにふるって入れます、ね、これをね混ぜていくんだけど、じゃウルムくんやってみる。白い粉が見えなくなるまで優しく混ぜてください。ここで今日のイケメンポイント。はい、では生地を。 こちらの絞り出し袋に入れました星の口金が付いてますこれから絞り出していくんですけども今日のポイントはその形ですやっていきますね今日はね、丸い形に絞り出していきますなんでこの形がいいかというと真ん中が空いてるので火が通りやすいですということでウルムくんもチャレンジ丸く絞っていこう実はこれ 結構難しいんだけどさすが器用なウルムくんとっても上手に丸く絞れていますはい絞り出しましたでは160度に予熱したオーブンで8分から10分焼いていきましょうはい、はい、焼けました <laughs> はい綺麗に焼き上がりましたでは冷ましていただきましょう 香ばしく焼き上がった焼きチョコができました。サクサク食感がやみつきになりますよ。いただきます。サクサク食感でとても甘い味がして美味しいです。とても作るのが簡単でした。サクサク食感で美味しいよね。いちごや抹茶など色付きのチョコレートで作るとカラフルで可愛らしいですよ。 上にトッピングしても楽しいのでぜひお家でも作ってみてくださいはいとてもおしゃれなお菓子ですぜひ皆さんも作ってみてください